鹿児島県の種子島の西方に位置する馬毛島、自衛隊が使用する基地、及び在日アメリカ軍の陸上空母離着陸訓練 FCLP の代替地として、整備が悪魔的との情報をキャッチしました。今回は、馬毛島の現在と馬毛島の役割を詳しく見ていきます。中国的には、やっぱり嫌だろうなと感じていますし、こんなに早く建設できるのかと考えてしまいます。出雲や加賀にアメリカ原子力空母が有効本格始動となると、中国にとってはとても厄介でしょうね。鹿児島県の西之表市に行政区分上では所属する離島である馬毛島は、昨年2023年1月に自衛隊が使用する基地設備の工事が開始されており、この2024年3月には、すでに1年と2ヶ月目時間が経過した状態となっている。馬毛島は、地理的には、同じ鹿児島県下で、日本に初めて鉄砲が伝来したことでも、著名な種子島の西の沖合の東シナ海上 12km ほどの場所に位置し、その総面積は 8.2 平方キロメートルの小島だと言える。この馬毛島は、現在のように自衛隊が使用する基地設備を置くために、2019年1月に日本政府がおよそ160億円を拠出して買収を行ったが、それ以前は民間のタストンエアポート社という企業が投資目的で所有していた経緯を持つ。その当時の日本政府とこのダストンウェアポート社との馬毛島をめぐる買収の交渉は、同社内の内紛や経営状況の悪化などの要因も絡み、二転三転したが、2019年末には、なんとか前日の金額で、交渉がまとまり現在を迎えている。そもそも、馬毛島の日本政府の購入額となったおよそ160億円という金額についても、それ以前に算定された際には、およそ45億円ほどが適正値であるとの報告がなされたこともあり、その金額の乖離に批判の声もなくはなかった。しかし、日本政府としては、自衛隊が使用する基地を馬毛島に整備することは非常に重要で、かつ、喫緊の政治課題となっていた側面があり、およそ45億円ほどとされた算定額に上乗せをしてでも早期に買収し、工事を行う必要に迫られていた。というのも、馬毛島に自衛隊が使用する基地設備を行うことは、1991年8月以降、在日アメリカ軍の航空母艦艦載機が、東京都下の小笠原諸島の硫黄島で実施中の陸上空母離着陸訓練 FCLP を、もっと、日本の本土に近い位置に移すことが求められていたためである。陸上空母離着陸訓練 FCLP とは、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の運用にあたって必ず必要となる訓練であり、航空母艦自体が整備等の理由で港に入った際に、その艦載機の搭乗者の操縦技量を維持するために必須となっている。アメリカ海軍が保有、運用を行っている大型の原子力航空母艦は、2024年時点でも11隻を数え、その大きさも全長で300メートル。排水量で10万トンを超過する巨艦ではあるが、艦載機の離発着には高度な技量が求められる。これらアメリカ海軍の航空母艦艦載機の搭乗者には、夜間も含めた終日の離発着を確実に履行する技量が欠かせないため、陸上空母離着陸訓練 FCLP は、航空母艦が入港している際に、陸上の滑走路を、その代替として離発着を反復して行うものである。具体的に2024年時点で言えば、神奈川県の横須賀を母港とするミニッツ級原子力航空母艦の9番艦ロナルド・レーガンが、同港に入港した際に、陸上空母離着陸訓練 FCLP を行う必要があり、日本の防衛においても、その実施場所の確保は最優先事項と言えよう。当然のことであるが、日本に配備されるアメリカ海軍の航空母艦そのものは時代とともに変化するが、神奈川県の横須賀を母港とすることは変わらず、その入港時には、艦載機は、地理的に近い神奈川県の厚木基地を駐機場として使用していた。そして、その厚木基地から2001年まで、陸上空母離着陸訓練 FCLP は、青森県の三沢基地及び山口県の岩国基地に出向いて実施され、並行して、1982年からは、厚木基地、翌1983年からは、
東京都の横田基地でも実施されるようになっていた。しかし、やはり三沢基地及び岩国基地は駐機場である神奈川県の厚木基地からは非常に離れているため、訓練の効率上から実施場所から外され、比較的に距離的には近い横田基地も含め、2021年度以後は厚木基地のみでの実施に切り替えられる。ちょうどこの時期、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の主力戦闘機は可変翼や映画トップガンでもよく知られる F-14 トムキャットから FA-18 ホーネットへと移行されたが、この変更も陸上空母離着陸訓練 FCLP に大きな影響をもたらした。 F-14 トムキャットと比較した場合、代替機となった FA-18 ホーネットの方が機関部から発生する騒音が格段に大きく、本国のアメリカではバージニア州にあるバージニアビーチのオシアナ海軍航空基地の周辺住民らから抗議活動並びに裁判にまで発展する。事態を重く見たアメリカ海軍側は、オシアナ海軍航空基地において FA-18 ホーネットを用いた陸上空母離着陸訓練 FCLP を実施することを断念し、代替する訓練場所を設けることで、その騒音問題を鎮めることを余儀なくされた。こうした本国アメリカでの陸上空母離着陸訓練 FCLP をめぐる騒音問題が顕在化したことで、日本においても厚木基地で実施されている同訓練の継続に対して批判の声が大きくなり、前述したように1991年8月以降は小笠原諸島の硫黄島にその部隊は移される。ただし厚木基地から硫黄島までは直線距離でおよそ 1000km もの距離があるため、アメリカ海軍側としては陸上空母離着陸訓練 FCLP を実施する際に対象搭乗者の負担の増加や時間・燃料等の負担の増加を強いられることとなった。こうした状況から、日米の両政府は日本における陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所についての協議を重ね、2003年には広島県下の瀬戸内海に浮かぶ無人島大黒上島に滑走路を整備し、その代替地とする案が浮上する。しかしこの大黒上島の代替地案も地元住民をはじめとする猛烈な反対に遭遇し、同党を管轄し、その計画を打ち出した沖見町町長が辞任に追い込まれる事態に発展。日本における陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所の変更には至らなかった。こうした状況と並行しつつ、在日アメリカ軍の中では部隊の再編が進められることとなり、横須賀基地に航空母艦が入港した際の艦載機の駐機場所は広島県の岩国基地とすることが決定。2017年8月以後、段階的にその移管が行われた。この体制が完了した翌2018年3月以後は、横須賀基地に航空母艦が入港した際にはその艦載機は岩国基地へ駐機することとなり、陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所は引き続き硫黄島が当てられ、三沢、横田、厚木、岩国の4基地は非常時のみの使用とされた。しかし岩国基地から硫黄島までも距離的に離れている状況には、厚木基地からと比べても大差がなかったため、陸上空母離着陸訓練 FCLP の効率的な運用という観点から問題の解決には至らず、ここに馬毛島が浮上することとなった。岩国基地から馬毛島までの距離はおよそ 400km ほどと、硫黄島までと比較した場合3分の1以下となるため、アメリカ海軍が抱えていた陸上空母離着陸訓練 FCLP の人的・時間的・距離的な問題を全て低減させることは明白だった。そのため一部から根強い反対活動はあったものの、前述したようになんとか日本政府が馬毛島の買収交渉をまとめ上げ、旧所有者のダストンエアポート社の関係者を除けば事実上の無人島であった同島の活用は合理的な選択だと思える。日本の防衛省は2023年度の補正予算内に馬毛島の整備に2684億円の経費を計上。
陸上空母離着陸訓練 FCLP の代替地及び自衛隊が使用する基地の建設を本格化させ、必要な設備の整備に注力を行っている。馬毛島は、在日アメリカ軍の航空母艦艦載機の陸上空母離着陸訓練 FCLP の代替地となるだけに止まらず、今年2024年から取得が始まる航空自衛隊の出雲、片護衛艦の艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型の発着艦訓練の拠点としても活用される予定である。中国軍による南西諸島方面への軍事的な圧力が増している現在、その防衛における役割の重要度も比例して増加しており、馬毛島の位置する地理的な位置は、それらの課題に対する備えとしても大きな意義を持つだろう。